大会記録を更新して優勝です。池江璃花子選手、おめでとうございます。ありがとうございます。前半26秒1秒のタイムで入りました。どんな考えだったんですか？まあ、やっぱりしっかり前半から突っ込まなきゃいけないっていうふうに今までのレースとかを振り返って見て思ったので、まあ、しっかり前半から突っ込むことができてよかったです。目標53秒台今日出したいという話もありましたが、自分としては今日の泳ぎどうでしたか？そうですね、まあすごい3日間から2日間になったり、まあ、結構タフになってしまったりしたんですけど、まあ、一本一本集中して泳ぎ切ることが目標になったので、まあ、あとは今日はリレーがあるのでしっかり東京のために頑張りたいと思います。日本選手権、世界選手権と戦ったシーズンでしたけど、どうですか？そうですね、まあ、今年はすごいたくさんのことを学んだ年だったので、まあ、これからもしっかり活かせるように頑張りたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。